夏の甲子園出場を決めた日大山形高校野球部が山形市役所を表敬訪問し、憧れの舞台での活躍を誓いました今日は佐藤市長のもとを訪問し一人一人がこれまでの試合を振り返り甲子園出場を決めた達成感を市長に伝えていました自分たちがもっと落としている熱く泥臭く粘り強くっていう野球を、まあ、県大会ではできたとは思うので 全国大会の舞台でも変わらずに、自分たちの野球のスタイルというのを貫いて、甲子園でも一戦一勝で頑張っていきたいと思いわれわれの野球を見ていただいた上えで、県民の皆さんにも何か伝えるメッセージがあれば、えー、と思って、一生懸命やらせてやりたいなと思いますけど日大山形は、来月6日開幕の夏の甲子園に向けて、1日に山形を出発します。